初代、ビーバーブルック男爵ウィリアム・マックスウェルエット県は、カナダ出身のイギリスの実業家、政治家、歴史家。営業カナダにおいて、証券会社ロイヤル・セキュリティーズを経営しながら、1909年には、カルガリー電力を創業し、カナダ、滝水力発電所の建設を主導した。1910年には、自身の証券会社が保有する、カナダセメント社に、 サンドフォードフレミング創設のウエスタン、カナダセメントコールカンパニーを含むカナダ国内の11セメント会社を買収させ、国内産質量の5分の4を取り扱うようになった。このコングロマリットがした証券取引上の不正やずさんな経営や価格統制は世間から非難され、フレミングやその関係者は1911年には手堅委員会から収賄課徴金を課された。 英都県はそれでも、同コングロマリットの株式売却により財をなし、1911年には、イギリスの選挙に当選し、政治家、新聞事業者となり、1917年に、ビーバーブルック男爵に除された。第二次世界大戦中には、第1次チャーチル内閣で、軍事関連の閣僚職を歴任した。 1951生まれのイギリス空軍少将のビーバー・ブルックは孫。1879年5月25日、英字治療カナダ連邦のオンタリオ州、メイプルに生まれる。父は長老派のミニスター・ウィリアム・カスバート・エイト県。母はその夫人ジェーン・ノーベル。スコットランド系の一家だった。エイト県が生まれて間もなく、一家はニューブランズウィーク州のニューカッスルへ引っ越した。 そのため彼も同地の寄宿学校で学んだ。少年期から狡猾ないたずら少年、マックスとして悪名を轟かせ金儲けに強い興味を示していた。寄宿学校を出た後、ジャーナリストや保険販売員、法律事務所などで働き、法律事務所勤務時代にはロースクールにも通ったが、ロースクールは途中で投げ出している。その後ボーリング場の経営をしていたが、 1900年から公共事業再建の販売に携わるようになり、1903年には王立証券株式会社の経営者となり、この事業によって巨万の富を築いた。20世紀初頭には有能だが物議を醸す投資家として名を馳せた。1910年には仕事と政界入りを狙ってイギリスロンドンへ移住。アンドリュー・ボナーローの後押しを受けて、 同年12月の総選挙で、アシュトンイコールアンダーイコールライン選挙区から選出されて統一党所属の庶民委員議員となる。政治家としては、ジョゼフ・チェンバレンの関税改革論と帝国統一維持を信奉していた。1911年6月20日には、ナイト尺を与えられる。第一次世界大戦中には、首相ロイド・ジョージに接近し、九百十六年七月に巡弾、順断 ついで1917年1月に連合王国貴族ビーバーブルック男爵に寄せられ貴族院議員に列した。第一次世界大戦中はカナダ軍の広報を担当した。カナダ戦争記念基金を創設してカナダ軍の戦争を描いた芸術を奨励した。また1916年にはデイリーエクスプレスを買収した。第一次世界大戦末の1918年には ロイド・ジョージ内閣で情報大臣とランカスター公領大臣に就任した。同年数密顧問官にも列する。第一次世界大戦後は政界を離れて新聞事業に集中した。デイリー・エクスプレスのほか、イブニング・スタンダードも買収し、またサンデー・エクスプレスを創刊した。イギリスを代表する新聞事業者として国際的にも巨大な影響力を持った。 関税改革論の受けが悪かったため、1930年前後には、帝国内自由貿易と称した保護貿易論で民を先導し、1930年代の保守党内の保護主義の高まりに一定の関与をした。1936年12月のエドワード8世、大移騒動の際には、ウィンストン・チャーチルや初代ロザミア子爵ハロルド・ハームズ・ワース。 オズワルド・モズレー順団社クラと共に、ウォリス・シンプソンと結婚することを希望するエドワード・ハッセイを支持したが、結局エドワード・ハッセイは、首相スタンリー・ボールドウィンの脅迫で大意に追い込まれている。この時期には、英米軍事協約必要論を提唱しており、1936年には、日本国内でも、そのあや版が出版された。新聞紙面で、 ネビル・チェンバレンの対独優和政策に対して楽観論を示していたが戦争が近づいてくると対独強行論を唱えるようになった。第二次世界大戦中の1940年5月にチャーチル内閣が発足すると政界復帰して航空機生産大臣に就任しスピットファイアの製造を指揮しバトルオブ・ブリテンの勝利に貢献した。 1940年から1942年にかけてチャーチル戦時内閣の閣僚の一人であり、1941年には軍事大臣に転任し、チャーチルと米国大統領ルーズベルトが大西洋憲章を検討した大西洋会談にも参加し、翌1942年まで務めた。1943年から1945年に、 かけては、王子少将を務めた。1944年には、帝国戦争博物館の管在人を務めた。正解で、いつまでもやっていけるようなタイプの人間ではなく、第二次世界大戦終戦と共に、政府から退くことになった。第二次世界大戦後は支配下の新聞を監督しつつ、自分の回顧録や、友人の電気の執筆を行った。 1947年から1953年に、かけては名誉職のニューブランズウィック大学学長を、務めた。1964年6月9日に死去。借位は、長男のジョン・ウィリアム・マックスウェル・エート県が継承した。墓地にあるエート県の共造第一次世界大戦後、エート県は1925年に、ポラティションスザ・プレス、 1928年にポラティションスアンドザ・ウォーを出版した。初版が発行された時、この2冊は、ほとんどの歴史家から無視され、好意的な書評を載せたのは英都圏の発行する新聞のみだった。ところが、2冊の統合版が出版された時には、書評は、好意的だった。この本はスウットニュースあるいは、マコーリーの著作が、 アルフレッド・ヒッチ・コックの映像技術で表現されたようなものだ。サルスティウスやクラレンドンの著作のように管理して用を得ているなどの書評があった。イギリスの著名な歴史家 A.J.P. テイラーもエイト県の著作をタキトゥスやオーブリーの美点を兼ね備えていると称賛している。1916年7月3日に以下の順段社位を新規にノブされる。1917年1月2日に 以下の借を新規にノブされる。1906年に陸軍軍人チャールズ・ウィリアム・ドラリー少将の娘グラディスと最初の結婚をし、彼女との間に以下の三子を設ける。1963年にマーシア・クリストフォリデスと再婚するが、彼女との間に子供はない。ありがとうございます。